What's up, t a えー、過去問シリーズ。今日は東京大学2021年第5問の、えー、総合読解問題ということになっております。えー、この第5問はですね、えー、物語文だったりだとか、エッセイだったりだとか、えー、それが、あの、素材になることが多いんですけれども、この物語文、ね、えー、これの読むキーっていうのは、ある意味、えー、センター試験自体の第5問だったりだとか、アーキョテストの問題なんかとも、まあ、リークする部分はあると思うんですけども、 もう大事なのはもうこの、もうここに集中してほしい。え、時場所の対比と感情のプラマイ。ね。感情のプラマイがめっちゃ大事。で、この時場所の対比っていうのは、やっぱりね、感情っていうのはもうあの24時間起こってる人がいないわけですよ。何かがあって起こるわけだよね。何かがあって関心わけだよね。なので、あの、その時だとかその場所。ね。時が変われば場所が変われば人のか気持ちは変わりますし、え、その変わるきっかけだよね。 変わるきっかけは因果関係になってくるんですよ。なので、物語文ってフィーリングで読むものではなくて、特にこの東大の物語に関してもそうなんですけども、やっぱり、えー、論理的に、ね。日本語よりもですね、わかりやすく感情のプラマイとその原因っていうのが記されていると思いますので、そこしっかりプラマイをつけて、因果関係、ね。そして感情の起伏アップだったりダウンだったり変化を追っかけていくっていうことがやっぱり大事と。やっぱり読解、一緒っていうところですね。で、あと、この物語だとかエッセイに関しては、 え、その、内心ですね。内面ですよね。それが、えー、情景描写として出てくることもよくありますので、この情景描写、もうとにかく形容詞、副詞、プラスマイナス、この情景のプラスマイナスもしっかり追っかけていくっていうところを意識してもらえたら見え方全然変わると思います。はい。では今日は早速2021年の第5問やっていきましょう。電子使君。はい。えー、では、えー、東大の問題ね、ね第5問やっていきましょう。 えー、問題は A から D に答えなさいってことなんですけども、えー、まず A の問題、えー、一番最初が、this kind of work, ね、this kind of work って言ってるわけだから、えー、この手の仕事は当然直前にもありますし、下線棒を引かれたら、後ろを読め後ろを読め後ろを読めということで、ちゃんとね、後ろまでしっかり確認しておきましょう。はい、そして、えー、B ですかね。はい、B の問題は、はい、it's possible? The Tokyo Sales g a r d took advantage of him ということで、はい、彼の気持ちをね、take advantage of A は、A を利用するは利用するでも、まあ言ったらね、あの、あいつ俺のこと利用しやがったなの方の利用するね。あの、自分の都合のいいように利用するってことなので、この、東京のこの店員さん、女性店員さんが彼をまあ利用したと、可能性があるっていう言ってる、その、前後だよね。 えー、まあえー、プラマイで言うと、マイナス方面。えー、ここを意識して読んでいけばいいですよ。とね。はい。で、あと、正常問題です。で、正常問題、今回当てはまるかどうかわかんないんですけれども、まあ東大寺注意しとかないといけないのは、あ、もう一つ橋でもね、一緒ですけれども、えー、当地挿入省略。えー、これはもう基本として、まあ、押さえておこうね、と。えー、今日はどういう方が出てくるかわかりません、ね。はい。えー、そして、えー、D。はい。 はい。D。ね。26番から31番までのこの空所に、えー、この与えられたものを入れなさいってこところなので、えー、ここなんかもプラスマイナスで見切れるものもあるでしょう。ね。全部過去形もしくは過去分詞形が並んでいます。はい。で、えー、空所に,に入れるのに、最も適切なもの。はい。これもプラスマイナス。えー、いけそうですね。ボラリーラーインマイナス、ディフカートマイナス。はい。エゴセントリック。はい。エゴセントリックはセルフセンターと自己中心的。まあ、マイナスだよね。で、フェ e スフォー、お中性心があると。ね。信頼できると。 ということでプラスでポピュラープラスかもしれません。プラマイでも見ていきましょう。はい。最後33番ですね。えー、ここは内容がち問題一つしか正解ありませんので、まあ、中身じっくりというよりは、あの、際でチェック軽くしておきましょう。はい。The also does not like. えー、プラスじゃない。ね、好きじゃない。えー、ha boyfriend のこと of has no taste in clothes。ね。えー、服のセンスゼロ。ね。えー、B。 The author focuses on the necessary labor.、ね、必要な仕事のことを、えー、集中していると。ね、注意を向けていると。which is done u n noticed.、はい、気づかれずに行われているようなと。死、はい。She. The author has a good friend.、はいえー、いい友達がいます。in her office に、はい。どんな友達かって言ったら、always も、えー、言い切り表現ですよ。もう100%表現ですからね。はい、いつも helps her、はい、彼女を、like a magician のように助けてくれると。 はい、D.The author had an ambition がある、野心がある。どんな野心かあって、to reform the local community. はい、えー、この地元のね、地域のコミュニティを改革したいだとか、はい、えー、public welfare、はい、えー、公共の福祉、を改革したいという野心があると。はい、E. The author is f e r up is. うんざりいる、ねえー、日々のおこの家事についてうんざりしている。そしてハー r d j o スイコール何としていたア t h e r s e c r e t 秘書としての仕事。秘書の仕事にもうんざりしていると。はい、本当に、えー、そんなこと言ってるのか。感情のプラスマイナスを追っかけていこうここに集中しながら本文処理していきましょう。はい。 では、最初のパラグラフから行きましょう。はい、第1文ね。はい、エッセイでも物語文でもちゃんと読んでる方ですよ。Have you ever been e a t i n g in a restaurant でご食事したことありますかねで、ダッシュ、例えばですね。はい、じゃあじゃあノーディナライカフェ、普通のカフェだったりだとか、ダイニングはい、ダイニングレストランだったりだとか、と。で、カフェとか、ダイニングレストラン、もしくはレストラン。はい、これの説明が後ろから来てますよ。はい、by the r u s h of Waitresses ね。 はい、えー、だったりだとか、birds of conversation だったりだとか、smell of meat cooking on the grill ね、えー。こういうものによって、&3 つ目。はい、えー、26番されているようなレストランと、ようですね。はい、ということで答えは、もうね、あの、選択肢戻ったら時間ないので言っちゃいますけども、surrounded。はい、えー、これ、えー、を選んでもらったらいいでしょうね。はい、1番、2番、3番で囲まれていると、ね。 はい、えー、いそいそしているね、え、ウェイトレスさん。そして、えー、会話の音。バズってのブンブンブンですかね。会話の音。ま、雑音的なことですかはい、だとか、あとは、ああ、調理されてるこの肉。焼かれてる肉の匂いだとかで、埋め尽くされた、囲まれたです。で、この埋め尽くされたっていう感じであると、オキパイロの方もいけそうな気もしなくもないんですけども、あの、例えば、A か B か、どっちもいけそうっていう時には、とりあえず、 こういう問題は、東大に限らず、A が B とか、B か C とか、二つ、A or B のこの選択肢を活かしながら、あと飛ばしてあげるっていうのもいいからね。後になったら A しかダメとか、後になったら B しかダメっていう選択肢もあり得ますので、えー、答えはもう言っちゃえと、s u r r o u n d なんだけど、もしかしたら o c c u p も、まあ、はまるかもしれないね。まあでも、普通で考えたら s u r r o u n d ね。こういうものに包まれた、囲まれたということになります。はい。で、and. はい。when you、uh, take out the s h o u g t ね。えー、皆さんが、お塩をね、持ち上げて、sprinkle air, over your eggs の上に、えー、パラパラパラっとね、かけようとしたとき。はい。you are struck. はい。you are struck. b y the simple wonder of the shaker のね。はい。塩のパラパラパラっていう瓶のこの不思議。ね。えー、これに、まあ、驚く、おまあ、驚く。えー、でしょうと。ね。 えー、この信用の便っていうのが、はい、feel o unsee hands. はい、えー、目の、目に見えないね。はい、えー、手によって乱されていて、と。ね。えー、そして、awaiting。ね。えー、your pleasure. 皆さんのね、喜び。ね。えー、まあ、食事の楽しみのね。えー、のために準備してて、えー、ま、待っている状態なんだと。ね。はい、で、この、await っていうのは他動式ですから、await a を待つね。ちょっと硬い表現になりますけど。wait は自動車が wait for ですよ。 はい、えー。皆さんの食のため、えー、食事を楽しむのを、ま、待ってる状態なんだと。いうことですね。はい。まあ、後ろにどんどん、えー、追加の情報が加わってるということですね。あの、この分子公文で来た時も、この追加の分子公文、非制限法の分子公文でありますからね。あとに、えー、その、そしてぐらいでつなげばいいですよ。大丈夫ですかね。はい。で、For you。はい。あなたのために、The shaker e x i s t してると。あるんだと。はい、only for today. まさに今日だけのためになんだけど、あなたからしたらそうなんだけど、 はい。はい、ここですね。はい。ピ,ピピピピと。はい、but in reality. はい、実際のところは、はい、it's there, そこにあるんだと。hour after hour. はい。もう来る時間、来る時間、もういつもそこにあるんだと。で、on the same table に。で、refilled again, again. はい、何回も補充されるんだと。ね。えー、この refilled。おかわりなんかも refilled って言いますからね。ね。えー、I'd like a r e f i l l ね。えー、ちょっとおかわり欲しいです。みたいな。はい、感じですね。 はい。えー、ぜひぜひ覚えておいてください。再びグラスを満たしてねのレフェをね。はい。えー、何回も補充されるんだと繰り返し。繰り返し補充されるんだで、あが見えてきますね。で、the evidence is visible. ね。えー、その根拠っていうのはもう目に見えるもの。おなんかさっき e n って言ってましたね。はい、e n って言ってたから、こことここが、なんか対比関係になるんですよね。えー、目に見えない手によって、えー、それが満たされると。 でも、そこにある根拠というか事実っていうのはもう目に見えてるんですよ、と。ね。はい、えぇ、ー、in the slides. はい、この、まあ、糸とかいう筋ですね。あ、biniz the cap. えー、この潮の、このくるくるくるの下にある、はい、えー、筋。はい、この潮のね、あの蓋、キャップの蓋の中にあるこの筋ね。はい、えー、の中にその根拠はあるんだと。その事実はあるんだと。目に見える形に残ってんだ。その目に見える形には、えぇ、won down by. はい、何々以下によって、 えー、言ったら、くたびれた状態。まあ、すり減った状態ってことですよね。はい。で、twisting。はい。この twisting ってこう、ひねるようなイメージですね。はい。そこに、えー、入れる選択肢としては、ここはもうここかも迷わず repeated でしょう。はい。この repeated 放り込んであげるようなイメージが、あげならげんとね。はい。ここと、前の下りとセット。というのも、はい。ここに、the evidence ですよ。 はい、これは新情報に対しての急情報。ね。えー、もう下線部ここだけ引かれてたら、もうすぐ前見るっていうのはわかるんだけど、やっぱりこの空所補充問題なんていうのもこうか、全部ね、抜かれてる全体延長したいだとか、下線部がここに引かれてたとしても、ここから先に伸ばしてみる。そこに新情報があるのか、急情報があるのか。えー、伸ばしてみて新情報があるのか、急情報があるのかっていうのも大事なアプローチですからね。はい。なので、この The Evidence、その根拠っていうのは、ね、えー、もう、 この直前の内容、これを受けるわけですから、elevated twisting. はい、繰り返し、えーひ、ひねられることによって、w o r n d o w n すり減ってると。ね。こうすることによってすり,はすり減っている。えー、その、キャップの裏の筋を見れば明,明白だろうと。はい。つまり、その根拠っていうのは、I someone else's labor. ね。誰かさんのお仕事。ね。おそらくは、えー、perhaps that girl. 女の子かもしんない、with a pen と pad を持って だはい、持ってて接して waiting patiently for you to c h o o s t nice q u e r はい、アイスクリームのこのオーダーをね、我慢強く待ってたりする女の子だったりだとか、はい、これ遠い関係になってますね。はい、the boy in an apron. はい、エプロンして、はい、with dirty sneakers. はい、えー、まあ汚い靴を履いてね。えー、そういう男の子だったりだとか、perhaps someone? はい、誰かさん。はい、you'll never in your life seek. はい、えー、見た、えー、今後、二度と会うこともないような、誰かさんの、えー、頑張りなんだと。ね、それに成り立ってんだと。で、ここの、universe, never see もうこれ見えない感じだよね。これ見えない感じだよね。だから、ここら辺とここら辺がなんかパラレルしてるなと。その裏返しの、この満たされた仕様の、このね、この入れ物、これがビジボーなものであると。 それを満たしている、その作業、お仕事っていうのは、invisible, な、ものであるっていう形でずっと言われてるんでしょう。ね。で、この this sugar is work. ね。この、えー、塩振り機、塩振り機、おかしい。塩、ね。塩の入れ物。塩の容器っていうのは、work。仕事なのであると。で、どんな仕事かって言ったら、はい、m a t t r i a l l y realized。ね。はい、えー、物理的に具現化されたと。ね。はい。もうこれ、これのこと言ですよ。これがもう物理的に具現化されたものなんだと。 そして and there.your. はい、そこにあなたがいて、はい、undoing it. ね。はい、undo.undo Und っていうのは、もちろんね、紐ほどくとか意味もあるんだけど、えー、その前の状態にするというのが undo ですからね。はい、なので、えっ、ー、と、まあ、パソコンとかね、オフィスいじってて、ワードでもエクセルでもいじってて、この戻り矢印。この戻り矢こっちか。戻り矢印。え、これが undo なんだかね。はい、だから元の状態にする。それ以前の状態にするってことよ。 はい、そこにあなたが来て、満たされる前の状態に、えー、あなた、皆さんがしていくんだと。ようね。はい。ということで、まあ、一パラは、あの、比較的読みやすかったと思いますね。で、特にこういう具体的な情報を来た時っていうのは、まあ、こっから、ちょっと筆者の、えー、この主張につながってくるなんか、あ伏線ね。えー、的な、あものなんだというようなイメージ読んどいてもらったらいいでしょう。その中にもプラスマイナスがあれば、しっかり、 えー、取れるようにしてみてください。はい。では、あ続いて2パラメですね。はい。続いて2パラメ。はい。具体例が続いてくるのかなはい。えー、or, you might have w n d e r e d through a department store. あまた新しい具体例が来ましたね。はい。ちょっと下ろしとこう。はい。えー、この、えー、百貨店はい。百貨店なんかでも同じようにね、えー、不思議だなと思うことがあったかもしれないと。ね。思ったかもしれない。 はい。えー、分子構文続きます。それ r k i n g at t a t t s over button ね。えー、ボタンね。え止められたこのシャツがこう、ちゃんときっちりね。えー、こう、山になっているというのを目撃しますよね。目にしますよね。と。はい。いうことで、まあ一応、アンダーラインしてみましょうか。新たな具体例が来ましたよ。はい。そして、the size だとか color。はい。色。はい。you prefer 気に、お気に入りの色だとか、あ、サイズだとか色が、はい。is at the bottom of the、ね、この山きちんと、きちんとね。 え、下、この山の、この一番底にあると。そして and、and,、は、像、い、の塊どこまでですかね。はい、像、your, as, g e n as, can be, lifting the shot. で、この as、as, 形容詞 as, で、後ろの形容詞、o C えー、省略されてるんですけど、as, 形容詞 as, 形容詞 can be, で、この上なく形容詞ね。ですので、えー、あなたがね、と、えー、なるべく優しく、h、uh, lifting the shot. ね。シャツをそっとね、そっとなるべく優しく持ち上げて、 はい、これ分子構文。まだこのゾーンの説の中かなはい。はい、えー、そうですね。まだこのゾーンの説の中ですね。はい。えー、ここからが分子構文。はい。エクストラクティングは抜き取るってこと抜き出すことオンリーだはい。ほにゃららワンだけをと。このワンの説明、イコールこのワンが受けてるのは当然、シャーを受けてのワンですから。はい。自分が欲しいやつだけ。自分が選んだやつだけっていうことで、ここの答えは、シャオズ。 はい、選ばれたやつだけ。自分が、自分目線で言うと自分が選んだやつだけ。ね。シャツ目線で言うと、えー、選ばれたシャツだけ。ね。えー、これを抜き取ろうとするんだけど、優しくそっと。はい、the pie as you live it. はい、ちょっとごめん。ここ、ちゃんと、ね、読みました兄弟の動画でも言いましたけど、これ名詞。これが名詞限定のは、ズずなんですよ。はい、これ、いといつのつながりじゃなくて、ね。この the pie、この山ね。このスタックのこの山ね。積み上げられた山。 as you live it. あなたがほったらかしにした、その山ってことですよ。ね。これ名詞限定のず形容施設のずですからね。で、名詞限定のずはもう繰り返し言いますけど、この直前の名詞の就職。はい、それと、被る、被る代名詞がその説の中にありますからね。はい、なので、いちいちで区切るのではな、くて、the part as you live it. はい、ここで区切って S の塊ってことですよ。はい、えー、あなたがね、放置する。 お高がしにするこの山は is never quite as tidy. ね。もう二度とちゃんときちんとした状態にはならないんだと。never quite as tidy. ね。tidy プラスで never ですかこれマイナスにしてもいいし、プラスじゃないにしてもいいですね。はい。決して、えー、きちんとした状態にはならないんだと。えー、そして、えー、it won't be again. ね。はい。until the invisible person I return to set things right. ちゃんときちんと戻してくれるまでは、二度とそういう状態にもならないのであると。元通りの状態にはならないのであるね。はい。で、ここにもやっぱりインビ i ボーってくるやん。ね。目に見えない人、要するに自分では気づいてないような人だよね。人知れず、こう、元に戻してくれるような人が戻ってきて、セットシングスファイドですかはい、VOC ですかね。V- の方 -C-。 はい。この、この漢字がタイディの状態ってことですよ。タイディの状態ね。はい。ちゃんとした状態に戻してくれるまでと。ね。はい。知らない人が来て、えー、このちゃんとした状態にしてくれるまでと。いうことでした。はい。まだ具体例が続きます。はい。具体例は続くんですけども、はい。三パラ目。はい。三パラ目には、はい。this. はい。c a n y o u g o r のがありますから。はい。この手の仕事。はい。それの、ここまでの さらに、追加の具体例。はい、cash in an ATM machine. はい、えー、ATM の中のこのね、お金、現金だったりだとか、えー、ホテルタワーズ on the floor。はい、ホテルにこのお金、フロアに置かれたこのタオルだとかね。これも同様の、まあ、具体例ってことでしょお塩と一緒ってことです。お塩と一緒の具体例。シャツと一緒の具体例。ね、百貨店のシャツと同じ具体例ってことですよ。で、The world is full of this kind of work. ね、この世の中っていうのは、 で、ね、この手の仕事でもう満たされてるんだと。はい。で、どんな仕事かって言ったら、はい。これまた非制限用法的な、これ分子構文になってますからね。あの、非制限用法っていうのは、このお尻の、ね、名称を追加する、追加するあの分子構文ね。追加説明の分子構文ね。 基本的には、なんかね、あの、高校1年生の時に習ったのは主節の主語と一致しますよってなるんだけど、あの、実際はバンバンこういう形で物語文、特にね、物語文衛星出てきますんで、あの、ージ上の主語は、前のね、主節の主語である場合もあれば、主節お尻、ね、この分子構文直線の名詞、えー、これがイメージ上の主語になることもあります。それは、カンマウィッチのイメージで、非正義用法のイメージでカンマ風カンマウィッチのイメージで読み進めてあげたらいいですかね。 はい、この手の仕事っていうのは、はい、常に100%、はい、えぇ、ー、waiting to be done. ね。えー、なされるのを待ってると。ね。ここにあったのが、イミジョンショー。この手の仕事ですからね。はい、えー、そして、the undone. それで、またぐちゃぐちゃにされるんだと。そう、だから、はい、it can be done again. とね。u n d o n e された状態がまだ d o n e されるんだと。まあ、d o n e がプラスだとしたら、u n d o n e されてまたプラスの状態に戻るんだと。ね。はい。 で、この河川部っていうのは、えー、この手の仕事はずっと1パラから言ってるね、この具体で追っかけていけばいいんですけれども、まあずっと言ってたのは、まあ、invisible,、ねえー、目に見えないと。ねえー、人知れず、invisible person って言ってみたいだとか、えー、1パラ目では u n s e e 安心ハンズって言ってみたいだとか、2パラでも、uh, someone you're never in your life see、ね。はい、二度とね、目にすることもない、会うこともない人って言ってますから、 えー、そのあたり、もうひてし人知れず感ね。気づかないうちに、人知れずな感じ、えー、ここもまあ入ってる方がまあいいのかなと思います。はい。なので、えー、人が見出したものを、えー、人知れず、ね、えー。元通りにするようなお仕事。で、元通りのこの漢字が、ダンと。ね、はい。この元通りの漢字が、この always wanting to be d o e ね元に戻しては、 アンダー、乱されの、また元に戻す。ね、旦那ゲインというところらへんで言ってもらったらいいのかなと。でも僕は元通りにするでいいと思うんですけど、まあ、はい、整理したり、えー、補充したりする仕事っていうふうな感じにしてもらってもまあ構わないと思います。はい、じゃあもう一度言っておきますね。はい、人が見通したものを人知れず、はい、えー、まあ、繰り返し入れてもらってもいいかもしれません、ね。あげなげにですかね。繰り返し元通りにするようなお仕事と。 はい。ええー、まあ、そう、そういう感じのことが書いてたら、のは満点かなと思います。はい。ということで、えー、人知れずのこのお仕事。ね。えー、この具体例がパンパンパンと、え、ワン、ツー、スリーと繋がりました。ね。えー、ということで、えー、また、ここから、具体が終わったら、今度は筆者の気持ちが入ってくるところが、あ出てくると思いますので、えー、次のね、え、チャプターで、そこから、また続きいきたいと思います。はい。 ではあ、このね、具体例が終わったところからの、はい、私が一番最初に言ったのが、はい、時場所の対比。特にこの時場所の福祉が文頭に出てきた時っていうのは時場所の対比のこの準備をしていけばいいっていうところなんですけど、はい、いきなり this morning って来てるよね。この4パラメでね。はい、なので、あ、なんかこう、変わったんだなと。流れが、はい、ここで変わったんだなと。 はい、この意識を、ちょっとね、分章の時の福祉、場所の福祉、これ意識しといてほしいかな、っていうところですね。はい、this morning. ばば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 。はい、ここまで。ちょっとごめんなさい。ずれちゃいましたけど。はい。はい、this morning. 今朝、I gathered t h a p all the cans and bottles. ね。はい、私は、つってかね。 はい、私は、はい、すべての缶、空き缶でしょうか空きボトルねをね、えー、収集したと。はい、どんなボトルかって言ったら、はい、えー、thrown about the apartment。はい、ここの about っていうのは、これ about nearly equal around ですかね。もうこの部屋中にね、えー、どちらかっ,たって感じですかで、それをやったのが、はい、by my boyfriend ね。 はい、えーと、もう、私の彼氏ですかね。はい、彼氏に乗って、あごね、えー、皆さんでこれを、ね、えー、どっちかったやつをすべて片付けて、集めて。はい、どそしたらここ V1 の V2 かな。はい、put them in the back。はい、えー、この袋に入れて、はい、えー、to carry down、はい、to the building of lavish area。はい、ゴミ捨て場に向かったんだと。もう、そしてですね、ばいいからね。いいですね。いつも言ってます。そして、戻らない。そして、 ね。はい、か、えー、袋に入れて、ゴミ袋に入れて、えー、ゴミ捨て場に行ったんだと。で、he hasn't slept here in a week. はい、ここで彼氏一週間ぐらいは寝てないんだけど、泊まりには来てないんだけれども、はい、バレッド・ビン・ a t イン・ライアット・ユニバーシティ・ライブラリー。ね。はい、私はずっと夜中遅くまで大学の図書館に行って、そして、only。はい、only は、 えー、だけしかね、ちょっと違うなと思った時は、やっとようやく始めて、本当にね。はい。本当に、えー、managed to let myself, 自分自身をこう、奮い立たせて、ね、out of bed, 飛び起きて、そして in time to bathe and run to my secretary's job in an office in downtown Kobe の、えー、オフィスの、えー、仕事に、ね、えー、間に合うように、えー、起きたんだと。 ね、お風呂に入って起きたんだと。で、えー、このインタイム to V っていうのは V するように、えー、V するのに間に合うというですよ。オンタイムは時間通りだけど、インタ i 間に合うようなイメージだね。だからちゃんとこう間に合うように、ちゃんと自分をね、あの、振り立たして、よっしゃ起、起きるやきるつって、えー、ベッド出たと。ね、えー、そして、えー、仕事に間に合うようにお風呂に入って、えー、そして走ってたんだと。 で,す、ねでえー、ダウンタウン神戸。はい、神戸のこの繁華街ってことなんですけど、はい、神戸の繁華街の説明。ちょっと僕、神戸出身なんで、ちょっと懐かしい感じがしますね。はい、そこで、そしてそこでですよ。はい、そこではここかなこれかなはい、オフィスでってこと,と繁華街のこの三宮かなはい、三宮かどっかかのこのオフィスで、でそこで、Everyday, 私は毎日、I perform my own run of boring tasks. もう毎日の毎日繰り返しつまがらん仕事をしてたと。はい。I'm f e e l i g o o d at it. なんだけれども、ね。それめっちゃ得意ですって言ったわけ。なんだけどめっちゃ得意と。はい。内容勝ち問題の一番最後のい,いでね。はい。一番最後のい,いで、えー、秘書としての仕事を本当にうんさりしてる。 とは言ってないね。まあまあつまらんのかもしんないけど、オフィスワークつまらんのかもしんないけど、でも私めっちゃ得意って言ってますから、まあいいじゃないでしょう、というところね。で、ちなみにここまでで出てきたやつで言うと、あごめんなさいね。はい、B の選択肢かな。はい、この人知れず気づかずにね、必要とされる仕事にま注意を向けている。ええー、まあ確かに1,2,3パラって言ってたかもしんないですね。はい、え答え B になるんですけども、まあそれ以外の選択肢、まあ直接的、 にフォーカスしてるかって言ったら、まあ、あのー、総合的に判断しないといけませんので、まあ、他の選択肢、えー、切っていきながらあ、最後に確認しましょう。はい。えー、では、次ですね。はい。I'm careful. はい、えー。私は注意深く、はい。to put the labels. ね。このラベルを on file folders に貼るんだと、貼り付けるんだと。はい。で、これ、そうざっと構文のざっとが抜けてるだけですかね。 はい、えー、目的としては、ほにゃららするように、はい、フェクト are、uh, p 100%完全に c e n t ですね、真ん中にね、なるようにとね。で、パー r f e c t ー100% 100%はしスやっぱり完璧にまっすぐにと。この、このフェクトリーな感じが、この直前のグラディね、得意だって言ってる内容を追っかけてるわけですよ。そして And I have a system of the colors of ink that are sticky notes. 私にはこの一定のルールでやり方があるんだと。このシステムでやり方方法もありますからね。はい。一定のやり方ルールがあるんだと。何に関して,かって言ったら、そのインク、この色だったりだとか、スティキーノーツ、これあれかな、えー、と付箋みたいなもんかなこれ、スティキーっていうのはこれや。スティック、スタック、スタックね。スティック自体が、これが突き刺さる動かない感じですよ。貼り付いたやつですかね。スティッカーでこれシールになりますからね。 はい。だから、ペトペタした、ペタペタした、えー、やつ、えー、このノート、メモなので、これ、付箋ね。えー、付箋のこの使い、色使いね。だと、付箋の使い方。えー、こういうものには、私、やり方があるんです。で、どんなやり方 ?keeps everything すべてって言うと、every も100だからね。all と一緒ですよ。言い切り表現ですからね。はい。で、ここに、v' の o' すべてが、 はい、パーフェクトな状態ってことでしょこれはもうイージーだよね。はい。えー、答えとしては、はい、ここは E の、はい、ここだけ色を書いておきます。オーガナイズと。はい、このオーガナイズっていうのはこれ整理するですかねえー、きちんとするってことですかねなのでオーガナイズきちんとされたということで、タイディという意味一緒ってことですよ。はい、すべてをもうピッタピタ、キッチキチンするんだと。で、 はい、I never, I run out of pens or paper clips がなくなることはないと、切らすことはない。で、w h e n anyone needs an aspirin だとか、a piece of gum,、はいえー、ガムが必要だったりだとか、えー、a cough drop, 咳、はい、止め、咳止めの雨喉飴、はい、みたいですね。龍角さんみたいですかね。はい、こういうものが必要になった時には、一応米印つけておきますか。はい、必要となった時には、I'm the one.、ね、私はそんなうちの一人なんだと。ね はい、who has it? はい、in her desk drawer ね。はい、彼女の、ね。はい、えー、引き出しの中にあるってことで、ここ、これがもう独特な表現ですよね。ちょっと客観しているようなイメージね。はい、えー、その、その人のって、ちょっと自分からちょっと、まあ、俯瞰したようなイメージとかね。はい、そいつの引き出しにあるような。はい、えー、そんな人なんだと。で、always.100% 常に、はい、マジックだと。ね。 はい、えー、魔法のようにと言ってるわけね。はい。ということで、まあ、内容価値的な選択肢、マジックの下りはありましたけれども、この3、えー、C かな ?C のやつは、えっ、ー、と、友達がマジックしてくれるわけじゃなくて、魔法のように助けてくれるわけじゃなくて、自分が魔法のように助けるわけだから、C の選択肢もやっぱり同様に×ね。はい。なのでもう2つ消えましたよ。まあ、B に目星をつけながら、はい、えー、C と E が消えました。 はい。では、続きいきましょう。はい、today。はい、today。時の福祉が来たら、はい、ちゃんと囲んどきましょうね。はい、today。はい、today is Sunday、はい、と。ね。あ、まあ、これ today is Sunday っていうのはこれ名詞の today ですけども、一応時ですからね。はい、えー、今日は日曜日でと。and,、はい、both the office and the university. はい、会社も、えー、the university library も across 閉まっていると。はい。まあ、一応、まあ、閉まってると。まあ、一応ね。 はい。そして、my boyfriend. はい。私の彼氏が、はい。t a k e s a i t he'd arrive at one o'clock. ね。一時着くよってメールしてきたと。ね。えー、まあ SMS なんかで言う、ショートメッセージ、テクストですかね。そう、だから。はい。そう、だから。はい。そう、だから。はい。I have all morning. はい。私午前中びっちり。えー、to strain up the apartment. straighten, up, straighten up. まっすぐさせる。シャキンとさせるっていうね。で、シャキンとさせる。まあ、自分の部屋をシャキンとさせるって、まあ、自分の部屋をしっかり整理するってことでしょうね。ここの文脈の中ではね。はい。気合い入れて部屋を立て直す感じですか部屋の状態を立て直すような感じですかね。はい。そして、えー、ショップ。ね。えー、お買い物。こことここが遠い関係ね。 はい、えー、ショップしたんだと。午前中ね、えー。買い物に行ったんだと。で、Around 11 last night。はい、えー、昨晩の11時ぐらいに。I finished my final paper of the year. 今年の論文終わったのかなお疲れさんですね。And there won't be another. はい、他のもう一個ね、新しい、another paper はもうないと今年ね。ね次のもうペーパーないと。Until classes begin again in a few weeks。はい、2、3週間後始まるまではと。で、It's a comfortable feeling. はい、私は、はい、まあ快適な気持ちでしたよと。まあ、線引く必要ないですけど、しっかりプラマイを追っかけていきましょう。はい、2、3週間、おやすみ。はい、で、besides the cans and the bottles。はい、カンダとかね、えー、瓶の他にも、はい、there were the containers of taken out 焼きそば。はい、テイクアウトね、焼きそばの入れ物、えー。これがあったんだと。 で、このテイクアウトの焼きそばのこの容器のこれ追加説明が with OC できてますからね。はい、with dried spring o i o n ネギが、スティック、スタック、スタックの、過去分詞のスタックですかね。貼り付いた状態。ね、on them equal containers ですかね。コンテーナー、入れ物に貼り付いた状態。これをプラスと取るかマイナスと取るか当然、ここら辺の情景描写もまあマイナスでしょう。 ね。で、いつから買ってた ?from our dinner together last weekend. はい、先週末に一緒にご飯を食べてからずっとそこにあるんだと。ね。はい、だから言ったらもうここら辺がまあちょっとマイナスな感じ。ね。はい、もうネギ張り付いた、こぶり付いたこう容器が散らかっとると。で、えー、また the oily p a p e r b a g s はい、えー、紙袋ね。油の染みた紙袋。はい、だとこれ関係しかな。はい、once h、uh, e y a d p a s t r s ね。え、p a s t r i e s は、ペーストですかね。ペーストは、あの、練り物系、練り物の粉。ね。はい、なので、パン全般。はい、これが、まあ、菓子パン類とかも含めて、パン全般が、ペーシュリーになりますかね。で、あの、兄弟のやつでも言いましたけど、ry。はい、ry 終わりっていうのは、こにゃららの類を表すような名詞ってことですかね。はい、えー、以前には、ね。えかつては以前には、えー、このゴミ袋にですよ。はい、えー、パンが入ってたと。ね。 で、えー、ここからペ a ストリー e のこの説明がここからね。はい。I pick up half price 1 2分の150% of the from the bakery in s a n d o m i やっぱり s a n d o でしたね。えー、s a n d o のパン屋さん、おいしいパン屋さんいっぱいありますわ。はい。えー、で、はい、before it closes。はい、えー。閉店前のね、半額セールみたいなやつでしょうか。はい、それで手に入れた、えー、パンが入ってたと。はい。そんな、 あー油の染みたバターなのかわかんないですけど、バターなのかチーズンなのかわかりませんけど、油の染みた紙袋。ね。えー、それがあったりもしたよと。まあ、名詞、体験止めみたいな感じですかね。はい。そんな紙袋があったと。 I eat these. はい、these っていうのはこういうものだったり、こういうものだったりだとか、ね。え、焼きそばだったりだとか、まあ、こういうパンですかえー、こういうものを、はい。on w e ないですね。平日の場合に来るんだと。alone 一人で悲しいですね。in bed の中でマジでと。お前きちんとしている人間なのか、もうぐーたら人間なのか、どっちなんだよって感じしますね。ここまで性格欠陥のある女の子とかと思ったら、ちょっと。 まあ、こう我慢しよう。ベッドの中で食べるんだと。ね。しかも現在系ですから日常的にってことなんでしょうね。論文で忙しくてね。ヘトヘトになってね。で、sometimes. そし in the morning。はい、こん、えー、午前中に、ね、えー、時には、あ、こんなことしますよと。はい、I discover bit of pastries. ね。何翌朝ってことかな週末、あ、この、夜。 食べて、その翌朝ってことかなはい、discover b i t s of pastries. ね、この、なんですか、そのパンのこのカスみたいなやつが、ね、散らかっとると。えー、スポーツはこれ染みですからね。of cream. ね、on my pillow. マジかと。はい、枕に散らかってたりだとか、染みがついてたりする。それを発見したりすると。はい、それを受けて、はい、このマイナスの感じですよ。この、このマイナスの状況。嫌でしょ、こんなの。はい。 そういう状況を受けて、my boyfriend would be. はい、当然、それでマイナスの感情を抱くでしょうということで、えこのマイナスの感情系で言うと、どこら辺がありえますかね。はい、えー、encourage なんかこう、プラスの感じですし、horrified ね、C ですね。はい、horrified。もう、horrified は、A をもう、恐ろしい思いにさせるだからね。なので、ぎょっと、ぎょっとさせる、ぎょっとするってことですよ。 ギョギョギョですね。はい、ギョギョギョッとなっちゃうでしょうね、と。はい。で、ここのウルっていうのはもうこれ家庭法かな。こんなものを見ちゃうと、見てないんだけど、普段いつも隠してんだけど、そんな私見せてないんだけど、え、仮に彼氏がこういうの見ちゃったらギョギョギョッとするだろうに、ってことよ。で、当然、このギョギョギョッとする感情が出てきた前には原因があるわけだから。こういうものを見ちゃうと、ってことね。マイナスからのマイナスの感情。え、ここをしっかり追っかけていけば、まあ、非常にいいし、平な問題だったと。 はい。ではね、A、7番から、あもっぺん行きましょう。はい。パラグラフが変わりました。はい。ピピピ,ピと。さ、追っかけて、追っかけて、追っかけて。はい。はい。after throwing away the containers and the bags, o into the other f l o w i n g rubbish box, ね。溢れ出すこのゴミ箱。もうこの溢れ出してるゴミ箱の感じもどう思うマイナスでしょ はい、えー、これに、えー、捨てた、ね、えー、後、I strip the bed sheets を剥ぎ取って、えー、そして、I leave them, それらを in a pile, ね、えー、beside the bed の横にこう、ちょっと積み上げるんだと、ね。はい、そして、there are many other things to do. はい、他にもやることたくさんありまして。はい、そして、bad なんだけれども、I bought the sky illustrating rain, ね、もう雨がもうすぐ降ってきそうになったので、 はい。and にもそうして、だから、ね。まあ、因果関係にもなる、and ありますからね。はい。だから、I decided。はい。因果関係で取った方がいいかもね。これはね。はい。two,、uh, shopping. ね。えー、ショッピング買い物するのを決めたんだ。before it starts to pour. ね。えー、雨が土砂降りになり出す前に。どうはい。え兄、ー、弟のところでもちょい言いましたけども。it never rains, but it pours. ね。え二、ー、度あることは三度ある。ふれば土砂降り。 はい、えー、の時に、pour 使いますよ。で、pour っていうのは、こう早々ぐですけど、これね、i と、ね、天気の it ともらったら、これ、土砂降りになりますからね。はい、土砂降りになる前に、と、買い物を済ませておこうと決めたんだ。はい、to go はい、外に出るのに、はい、I put on a salmon pink raincoat and hat. はい、えー、my boyfriend が gave me on my birthday にくれたやつ。サーモンピンク。ね。 はい。可愛らしい、えぇ、ー、鮭色。鮭色って言ったら一気に可愛くなくなっちゃうんですけど。はい。彼氏が誕生日にくれた、ね、レインコートと帽子のセット。ね。これを身につけたんだ。プローン。ね。えー、身につけたんだと。ね。みえー、そして、ヒメンシ n ンね。はい。えぇ、ー、モーリッシュブリーはこれ控えめに、ざっといかだと言ったと。はい。It came from a special shop in Tokyo. はい、東京の特別な店で買ったんやで、と。なんか、この、ここら辺のこの、控えめに、わざわざ東京で買った。ちょ、ちょっと、ここら辺も皮肉なのかもしれませんけれども、ね。で、彼氏が言ってたと。ね。で、ここら辺を感じながらなんですよ。その、店員さんね、女店員さんの彼を利用した感じを感じながら、はい、not long after. はい、そこから間もないうちに、そこまでかからないうちに、はい、アイス e d ディ e s セ m e s ット、同じセットを、in a no r d i n a r y c l o s i n g store in 梅田の、大阪梅田ね、え大阪梅田の、えー、もう普通の服屋さんに、同じセットを、同じね、この、このセットですかえ、これを目撃したんだと。はい。はい。あるやないかと。特別やなもんじゃないやないかというと、ね。it's possible, そんな可能性がありますよ。で、この形式書の、 はい、ザ、ザとかも省略されてますよ。はい、ザ東京セールスクラウト took advantage of him ね。ね、えー。彼を利用したんだと。彼を利用されしちゃったんだ。その根拠は直前。ね。特別なものだと思い込んでんだけど、彼女からしたら私は梅田で見たよと。ね。あの人騙されちゃった可能性あるねと。で、C、Probably Convencers の、no、C は当然、 こいつの説明ですから。東京セールスガールの説明ですから。はい、その東京の店員さんは、おそらく、はい、c o n v e n i n c e is every customer みんなに、はい、お客様全員にま説得するんだと。ね。はい、えー、c o n v e n i n c e のテル型の動詞ですから、テル A of B と同じように、A of B も取るし、人ざっと SV、ね。えー、人疑問詞の塊も取りますし、o to v の塊も取りますからね。 はい、えー、後ろですよ。ああ、すべてのお客様に、えー、what he purchased、はい。これがこの中で関係詞かな。はい、お買い求めのね、えー、なった商品は、what's one of a kind? ね、one of a kind の意味が分からなかったとしても、ね、クラかされてるわ。ね、梅田にもあるやん。ということは、セールストークとしては、これ一点もんですよとか、 えー、特別なやつですよ。ここにしかないですよ。的なやつね。意味ね。one of a kind は、えー、ユニークだとか、スペシャル。ね。この意味。えー、この商品、もうお買い求めの商品はこれ、本当に特別なやつなんですと言ってもんなんですっていうふうに、みんなにね。この he っていうのは、もちろん、every customer を受けての he ですからね。はい。えー、お客様全員にそんなセールストークをかましとると。そして、ぜん。 After he, そのあらゆるお客様がね、えぇ、ー、退店された後は、はい、えー、she simply ただただ、はい、b r o u d h t another. はい、えー、また、another セットが隠れてるんですかね。はい、新しいセットを、えー、from the back。ね、えー、バックヤードからあ持ってくるんだろうと。はい、ということで、ここの問題もね、えー、極めて簡単だったと思いますね。まあ、あ答えとしてはあ、彼氏に接客した女性店員が、はい、そのレインコートと帽子、 をまあ、一点もの特別なものここで、しか買えないあの、買わせたまで入ってなくてもまあまあいいかなと思いますけど、まあ利用するっていうのは信じ込ませて買わせるところまでがやっぱ店員の仕事だと思いますので、えー、そこまで僕は入った方がいいかなと思います。えー、とにかく、一点物、その商品、ここにしかないもの、まずこれが入っていくと。 そうやって信じ込ませるとセールストックをして信じ込ませて彼が勝っちゃったというような内容が書けてたらもう全部丸ということでいいと思いますはいでは続きましょう,うわあはいで直前でねテイクアドバンテージを追う日もこれマイナスにしとこうか 彼騙された可能性あるよと。これマイナスね、これね。はい、これ、えー、彼騙された可能性あるよと。はい、その下りを受けての、はい、I didn't tell my boyfriend。はい、彼氏に、about the second c o a t ね、えー、のことについては触れてないんだけど、second c o u t っていうのは、二番目のコートっていうのは、もちろん、梅田で私が発見したね、一点物じゃなくて、えー、その、騙された同じ、全く同じ目のやつですね。梅田で私が見たやつよね。 はい、えー、私が梅田で見たことについては触れてないし、あと、or? はい、ざっとから名詞でそうかと分かりかなはい、てる、my boyfriend ざっといいかとも言ってないと。The shade of pink. はい、ピンクのこのサーモンピンクのこの色合いというものが、I was exactly like the smokes. ね。スマークっていうのは、あの、エンジが着ているあの上着ね。えみたいな風に見えると。ね。 で、won by the small boys and girls in the daycare down the road. ね。その道の先にある、その保育所のね、えー、子供たちがね、えー、来てるようなこのスモークに似てると。ね。これは言ってないんだけどと。はい、当然。これは言うたら、まあ、マイ,マイナスイメージだよね。ね。まあ、won がマイナスというよりは、このスモークの感じか。スモークの上打っとくか。 はい。ね。もうダサいと。ね。はい。The first time I w o r r i t はい。私がそのお服をね、えー、そいつを、そのコートを、ね、レインコートを着て初めて着た時に。I found myself in a narrow alley. はい。私はね、路地の、狭い路地にいるのに気づいたと。ね。SVOC ね。アーリーは路地ですからね。はい。えー、誰かというと、はい。with the daycare attendance、えー。えまあ、保育園かなんかの先生かな。えー、そして、a long line of えー、スモーチョーブン。えー、長い列、行列をなしている、えー、子供たちと、ね、一緒になっちゃったんだと。鉢合わせしちゃったんだと。で、このスモールチルドレンたちの説明が、moving like 以降ですからね。はい、もしくは、えー、along line of small c h i l 以下の説明が、moving like 以下ですから、分子構文のこれは非制限予報的な表現。ね。えー、その子供たちっていうのが、はい、moving like a grotesque pink wall。ね。えー、もう、グロい。ね、グロテスクな。 これ絶対マイナスだよね。ピンクのウジ虫的な、はい、青虫的な、グネグネ系ね、えー、みたいに動いている、ね。そいつらはそんな感じで、キモい感じで動いてたんだと。で、そんな子供たちと一緒になっちゃったと。で、the attendance, g r i n at me. はい、私のことをね、見て笑ったと。で、グレンっていうのは、なんかね、あの、感じいい笑いというよりは、 まあ恐怖でにやりもある,あるかもしれないし、あの、馬鹿にする意味でもにやりもあるかもしれません。と、とにかくいい意味でのにやりではないです。はい、私の方を見て。はい、え as I placed my back against the wall. ね。えー、私がこの背中を壁にね、こう押し付けてこうこう、こうやって、こうやってや、こうやってやってたんですかね。えー、時にと。ね。ええー、そして、はい、この As の塊の中で分子構造かな。 はい、えー、そして私が、はい、えー、trying to disappear,、はい、消え去ろうとしているときにと。ね。そして、and then, はい、then,、えー、h u r r i e d off the other way. そして反対方向ね、えー、この園児たちとは違う方向に急ごうとしたときにと。ね。えー、先生が笑ってきたと。はい、当然、このグリーンの漢字も、これマイナスのイメージと。はい。 で、次のパラグラフ。オナサンデイね。そう、なんだけどだね。しかし、おなサンデにでは、日曜日では、はい、途中 e 子供たちは should all be at home。家にいるはずなんだから、今日は日曜日だから、グロ,グロテスクエンたちに遭遇しないから、外で大丈夫。はい。で、I'm with my purse. はい、ここからまた別のくだりに帰ってくるんですかね。はい、えー、with my p r s e 財布を持って、あ、こう切,切らない方がいいですかね。えー、ショッピングバック、そして三つかな。この三つかな。この三つが遠い関係ですね。えー、買い物袋と、そして the collection of cans and bottles。はい、えー、と、散らかされたこの缶だとかボトル。えー、これ集めたやつね。えー、これを手にして、I live in the apartment ね、アパートメント出たと。 ね。まあ、ここら辺改装シーンだったんですよ。これ改装シーン終えて、うわ、なんかこのレインコートキモいわと思いながら切って、ね。こうやっていっぱいゴミ下げて、え、アパート出たと。そして、はい、え、リーブが V1 のロックが V2 かな。はい。で、ヘビーメダルドア、ビハイミー。ね。はい、後ろの背後のね、重たい鉄のね、金属製の扉。なんとなくわかるよね。冷たい感じするよね。重たい扉ね。はい。 こういうところに、また感情が現れるんですよ。重たい、ね。えー、金属の扉。で、後ろに、私の後ろにっていうのは、家玄関から出て、ゴミ袋を下げて出て、この私の後ろにある、もうこのね、もうつあの冷たくて重い、重いあの扉ね。はい、これを、えー、閉めたんだと。はい、一文目ですから、これ、軽くチェックしててもいいかもしれませんね。はい、えー、言ってこう、これから出るとこね。 はい。the apartment is on the top floor. はい、私の部屋は一番上の階にあって。で、そう、だから。はい、there are,、uh, three flights u p stairs. ね。はい、言ったら、こう、何こう、トン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 。まあ3、3フロアぐらい降りないといけないってことかね。はい、before I reach the parking low level. はい、駐車場のこのフロアに行くまでに、と。 で、I rarely meet anyone. ほとんどメーターに誰にも会うこともないです。はい、えー、going. はい、up or down. はい、階段をね、こう上下する。ね、えー、鉢合わせることはほとんどないですよ。で、for several years. はい、この数年間で。はい、this building has been, あ、uh, の by foreigners. ね。はい、このビルディング、この建物、この、まあ言ったらアパートのこの補修、この建物が、 はい、外国人によって31されてきちゃったと。はい、例えば、はい、えぇ、english t e a c h e r from the neighborhood conversation s c h o o l はい、近所の英会話学校の先生だったりだとか、はい、コーリアン preachers。はい、えぇ、ー、韓国のこの牧師さん。はい、えぇ、ー、そして、now, now, and then, now and then ですね。はい、now and then。えぇ、ー、そして、えぇ、ー、アパフォーマーフローのミュー e メン park ね。えぇ、ー、そして、えぇ、ー、言ったら、 大阪、あ,あ、三宮だから、UFJ の銀行だ。USJ、USJ の、まあ、パフォーマーなんですかね。えそういうようなパフォーマーさだったりだとか、ねえ。こういう人たちが今、ね。えー、この、えー、建物、同じ建物に住んでるんだっていうことで、まあ、オキュパイル。はい、これはイージーだったんじゃないですかね。か建物を占有してる、部屋を占有しているこの感じがこれ、 occupied ですからね。で、これはもうあの部屋も occupied になりますし、あの、よく、えっ、ー、と、飛行機とか、あの、特急電車とかの、えー、トイレね。トイレも、この中に人がいますよは occupied ね。はい。えー、なのでこの occupied の人に中を占有されているようなイメージ。はい。えー、ここはこれしかダメでしょう。ということで、一番最初の H は D にしといて、 はい、こっちで D 決めてから26に戻って H で戻ってあげるのも一つの戦い方です。で、これが、あの、選択肢記号問題の時に、あの無駄なね、時間、あのタイムロスをもう生み出していかない時のポイント。D か H。これで次行っていいんです。ね。はい、えー、そういうところの教訓にもしてほしいかなと思います。はい、そして、あの、 トイレの表記なんかね、Occupied の反対は、あの空室状態の時には、Vacant ですかね。Vacant 出しておきますね。えー、空いているね、ね、えー、もちろんお部屋が空いている時にも、えー、トイレが空いている時にも使えますかね。Occupied の裏返しが Vacant、はいえー。ここも日常会話で、あ日常の生活で、えー、使えますので、ぜひ、ねえー、知っておいてください。はい、歌いりが続きました。そして、えー、None of them. はい、誰一人として stay very long. はい、えー、長くいることはないんだと。ね、この具体で来てからの、こいつらは、ゼムっていうのはこの人たちが、はい、誰一人として長くはいないと。ね、my apartment is the home of the former secretary in my office. はい、私の部屋はね、私よりも前にいた、以前にいた、えー、秘書さん。ね、えー、これのお家で。そして、and, when she left, はい、 えー、部屋を出て、ね、えー、to get married. はい、えー、結婚で部屋を出た時に、はい、she offered her list to me. と、えー、彼女が借,し、えー、が借りてたやつを、まあ、私に譲ってもらったと。譲ってくれたと。で、that was five years ago。はい、それが5年前で。I am now, 今、はい、えー、the building's most とこにあららなテナント。ね。テナントっていうのは、これ、契約者ですかね。この建物、えー 建物の、まあ、お店でもテナントになりますし、個人でもテナント。テナントもし出てくるあのテナントですからね。はい、えー、ももほにゃららなテナントだと。はい。みんな誰一人として長くいないのに、私だけ長くいる。ね。はい。どんなテナントかって言ったら、はい。ま、これはもうまた、えー、っと、選択問題になってますけれども。はい。はい、これは、はい、えー、えー はい、boring, マイナス違うね。はい、difficult, 難しい違うね。はい、ego-centric 違うね。はい、d, faithful ですね。忠誠心のあるね。ね。はい、オーナーに対して簡単に出てきない、いかない、まあ、忠誠心のあるということで、まあ、あ忠実な。はい、えー、テナントになんだと。あ借りてるう賃貸になんだということですね。 はい。では、最終パラグラフ。ね。2021年東京大学の第5問最終パラグラフいきたいと思います。はい。で、ゴミを出しに行って、The ravage area is in a solid state. ね、えー。もう悲惨な状態だったと。ゴミ捨て場悲惨な状態。もうカオス状態だったと。いうところですね。で、えー、デスパイ、これマイナスだ、もちろんね。はい。で、Despite the Clearly marked containers for different types of プラスとプラス p l a s t i はい。and,、uh, post it calendar p i にも関わらずね。ディスパイ t a にも関わらず。まあ、プラマイでいうところ、プラスかな。しっかりと記された。ね。その分,分別ね。はい、このガラス系なのか、プラ系なのか。ね。えー、それぞれの、ねえー、ゴミに合わせたこの入れ物。ね、この、この、でっかい入れ物がね、あるんでしょうね。 はい、えー、しっかり、ね、明確に、えー、それぞれの、ね、分別ゴミごと用に、えー、ちゃんと指示された、ね、えー、記された、はい、え入れ物にも関わらずそして、えー、その、えー、ピックアップ up d a y このゴミの収集の日付のカレンダー、火曜日ですとか木曜日ですみたいな、えー、のが掲示されているカレンダーがあるにも関わらずと。ね。はい。で、other tenants の、やっぱりこういうところには注目してほしいんですよね。 はい。the other. この the は自分以外の残り全員ってことですからね。私以外の残り全員の、えー、契約者たち、ね、住人たちは、はい。えー、leave t h e waste を、ねえー、放置しちゃうんだと。どこに放置しちゃうかって where and whenever they choose ね、えー。彼らが好きな時に、もうやりっぱなし状態になっちゃうんだと。 はい、そして、I place my cans and bottles. はい、私は、はい、缶だとかボタルだとかを、in the p r o p e r boxes. ね。はい、ちゃんと、ね、正しい入れ物に入れますよ、と。はい、and,、はい、with my food attempt. アテンプトの説明を書くかな。はい to move the other bundles toward their respective areas. ね。えー、こ,この、は、 えー、全自主名詞をつなぐ、全知識をつなぐ、アンでいいと思いますね。えー、ちゃんと自分は正しいところに入れて、そして、えー、と、この追加説明ですね。足で、足でこう、ね、えー、試みようとするんだと。私の足が試みるんだと。だ足で頑張るんだと。えー、どんな頑張りがあるのか、あの、努力をするのかというと、えー、それ以外のね、 えー、バンドっていうのはこの束ねたものですよ。だ自分以外の人たちが捨てたやつね。ね、自分以外のやつ、捨てたもの以外のやつを、toward their respective area. はい、それぞれ、まあ該当する。やったら、あ言ったら、ペットボトルあるなと思ったらペットボトルエリアにここと足でガンガン、ガンガンしてみるとか、ね。えー、これ燃えない、あの、瓶、ンって書いたら瓶の方に、えー、やるとか、そうですね。 それぞれの、ま、適切なエリアに、こう、足でね、こう、動かそうと、するんだと。で、え、some of the tenants combine unlike items into a single bag. で、ね、中には、ね、えー、unlike、同じじゃないですよ。同じじゃない、いろんな、ま、ものを、一つの袋に入れちゃうと。ね。瓶、瓶に、えー、ペットボトルに、えー、プラスチックに全部ミックスしちゃうと。はい、そう、だから。 はい、そう、だから、はい、even this small effort on my part. はい、私の、はい、えー、ちょっとした努力。これが、えー、だけでは、はい、はい、doesn't clear up the mess. その混沌とした状態、ひどい散らか、mess は散らかった状態ね。はい、散らかった状態をきれいにすることにはならない。はい、はい、これが無政府ブでしょうね。 私が、こうやって、いくら頑張っても、メス状態を解決することにはならない。で、I feel sorry. ね。いや、本当に悲惨だと思いますね、と。ね。えー、本当に、えー、大変だと思いますね、と。はい、誰に対して同情しているのかって言ったら、the garbage collector. はい、ゴミの収集業者さんは本当に、えー、大変だなと思うんだと。で、ゴミの収集業者さん、イコールはい、the people. はい、どんな人たち はい。一つ一つバラバラに、はい、C するような人というとこかな。はい。で選、えーと、選択肢を見てあげると、まあ、フーズっていう選択肢があるので、これが所有格のフーズであれば関係詞になりますから、ここを先行詞にとって、ここの C とワンバイワンのこのつながりを、まあ、関係詞の塊で押さえてもらったらいいかなというとこですね。はい。 じゃあね、与えられた選択肢、見ていきます。まあ、今言いましたけど、フーズがあるから、あその直前のザ・ピーポ。まあ、このゴミの回収業者さん、イコールこんな人たち。はい。これは先行詞に取ってあげたらいいかな。で、あと、動詞の原型的なものが、はい。 ソートってね、カインドと同じ、ね、ソート、名詞のソートもありますけども、ソートは分けるってことはね。分けたところから種類、えー、という意味にもなっているってことなので、これソートを動詞の原型として捉えるんであれば、まあ、トゥーソート。はい、ここがひっついてくるよね、と。はい、えー、上前に、えー、動詞の原型前に上動詞、トゥー不定詞。ね。あとは、原型不定詞になる、う条件の s v 用詞ね。第五文形ね。第五文形 C に原型不定詞を取るような文章。はい、えー、そこら辺になってくると思うんですけども、 はい。まあ、もうこれいいし、トゥーソートにしてあげたらいいですかね。で、あと、このフーズ、所有格をフーズだとするならば、所有格のフーズだとするんであれば、フーズ名詞で基本的にワンセットになりますので、えぇ、ー、フーズピーシスなのか、フーズタスクなのかって言ったら、えー、この直前は、人たちのバラバラのものなのか、人たちのタスク、お仕事なのかって言ったら、フーズタスクでいけそうだよね。はい。 なので、もうここちょっと上の段になっちゃいますけど、はい、フー o s からの、え、フ o s pieces, foos task, foos task だね。その人たちのお仕事は、is, はい、to sort. はい、分別するってことこね。分けるってことこね。で、hey, その目的語が the pieces っいうかな。 はい、これでできたと思うんですけども、はい、ここでイットが余るよね、と。<laughs> これそんなに難しくないと思うんですけれども、じゃあここのイッどこに持ってくなくちゃいけないのか、まあ、フーズタスクの位置を考えてあげたらいいよね。フーズタスクの位置を考えてあげると、これを主語のポジションに入れたら、えー、このフーズタスク、イズ、チューソート、ザ・ピース、ワンバイバン、これで正解になっちゃいますけど、イットを入れるとするならば、もう放り込む位置、開けられる位置って言ったらもう、 はい、消去法的に、もうこれ消してあげて、ここに、一と入れてあげるしかないですね。じゃあこれ、どういう、こんな文章、文構造になるのかって言ったら、これは今度は形式主語。これが一と形式主語の、はい、ここからが新主語の塊ね。はい。で、どこに、えー、フーズタスクが入るのかって言ったら、 はい、ここだよね。はい、it is their task.it is their task. それが彼らのお仕事なんだ。to solve the pieces one by one. あ、ごめん。はい、to solve the pieces one by one. 一つ一つをしっかりね、えー、分けていく、えー。これが彼らのお仕事なんだってことで、まあ、ここに it を放り込んであげた形式手法で今度は成立するようになると。 ということでした。まあ、意味的にもうそんなに難しくないかったと思うんですけども、ちょっとね、あの、瞬殺する上では、あ、この糸は余っちゃってどうしようって悩んだ人もいるかもしれないけど、えー、そんなに難しくはなかったと思います。この形のフーズ名詞、糸 to be っていうのは、結構正常問題では結構あるある。 ね、結構難関、えー、正常問題の中であるある系なので、ぜひ、この形は、あの、自分の英作文でもね、できるレベルで、えー、落とし込んでおいてもらえたらいいかなと思います。はい、あくまでも、えー、ゴミの収集業者さん、えー、それイコール、えー、つまり、えー、どんな人たちかって言ったら、一つ一つを、ね、見、え、出、ー、されたものを、 乱されてない状態に一つ一つ、えー、戻してくれるような、切り分けて整理してくれるような人たちのこのお仕事。はい、えー。形式集合で言ってあげるとハマるよということでした。はい。では、えっと、残っている問題。はい。A. I the author doesn't like the boyfriend、uh, の,のことが好きじゃない。服のセンスがないからとは言ってない。ね。確かに服のセンスはないかもしれないけども、 ね。まあ、騙される、ね。っえっ、ー、と、女性店員さんの口車に乗せられちゃう。まあ、そこは嫌かもしれないけれども、ね。まあ、これだからって嫌いとは言ってない。だって彼氏が来るのに、わざわざ、あの、部屋の準備、ね、急ピッチでやるわけだからね。で、彼氏、そんな好きな彼氏だからこそ、散らかった部屋見られたくないわけだから、もう好きなんでしょう。ね。はい、B。はい、The author,、uh, focuses the necessary labor, 必要な仕事。ね、これに注意を向けていると。 それがアンダーノーティスと気づかれずに人知れずで、やっぱり一番最後のパラグラフも、これゴミ、ゴミ収集業者さんっていう、人を知れず、その場所をきれいにしてくれているね、えー、お仕事のお話し,してましたから、まあ、どう考えてこうだよね。はい、し、はい、the author h a a good friend はこれ違うと言いました。はい、マジックなのは自分自身だし、えー、マジックのように必要、人の必要なものを出せるのは自分自身。ね。はい。 ワードすら出てこないで、最後。ね。えー、まあ、ここも先ほど消しましたけども。えー、うんざりしてるとは、ま、言ってないですね。そこまでね。はい。えー、まあ、仕事は退屈かもしれないけど、私でも得意って言ってるわけだから。はい。えー、まあ、あくまでも最初から最後まで。レストランの下りから、百貨店の下りから。 はい、ATM、ね、ホテルのタオル、ね、えー、いろいろ出てきましたけれども、全部人知れずやってくれている、えー、そのお仕事にフォーカスということで、これもいいー,ーだったと思いますね。 はい。ということで、えー、今日のね、え、第5問に関しては、そんなに難しくなかったと思います、ね。読みやすい文章だったと思います。でしかも、あの、まあ、京都大学とは真逆で、もう最近のね、え、人が書いた、あの、最近の英語で、えー、その、この中での感情の揺れ動き見つけられるかなっていうところだったと思うんですね。で、え、これはもう東京大学に限らず、物語文、エッセイに関しては、やっぱり、感情のプラスマイナスは、やっぱり、基本の軸として追っかけていくっていうことと、えー、その、 感情の揺れをきそれには絶対必ずね、時の対比、場所の対比、そこにまつわる因果関係もあるということで、そこら辺意識しておいてほしいですね。で、あとはですね、ちょっとプレミアムの東大災難学国立の方では15校16校で物語を扱った時に言ったんですけど、まあ、物語でやっぱり東大の受験生過去30年分解いているとしたらもうみんなわかってると思うんだけど、中間話法ってやつですね、最後にちょっとだけ、この中間話法だけちょっと黒板で説明して、えー、今日はお開きにしたいと思います。最後。 ちょっとお付き合いください。では、ここまでいきます。はい。ということでね、えー、この小説物語文では、まあ、一応特徴のある表現として、中間和法という表現があるんですけども、これは東京大学で1999年の和訳の第1問4のね、えところで出てきたんですけども、この中間和法はしといた方がいいことだなということで、最後におさらいしておきたいと思います。 えー、東大、えー、プレミアムの方の東大三軟館の方では15個、16個、えー、ここで、えー、びっちりやったんですけども、もし、あの、まだ復習してないよっていう人がいるんであれば、えー、その復習の意味を込めてね、えー、中間話法いきたいと思います。で、この中間話法っていうのは何かって言ったら、んと、えー、まあ、小説の中のその、登場人物の声。この、登場人物の声、いきなりナレーション的に入るような、あの、くだりあるじゃないですか。あ、もっとわかりやすく言ったら、朝ドラ 朝ドラなんかのあの、ナレーションの声ね。えー、父さんはなんでそんなことを言うのだろう。花子は泣いた。みたいな感じね。この、登場人物の声をこう、代弁、ナレーションがあ代弁しているような時っていうのはあるじゃないですか。なので、この中間話法っていうのは、えー、っと、筆者とかナレーターの声ではなくて、登場人物の心の声ね。 はい。登場人物の心の声なんですよ。で、それがまあ分かりやすく言うとまあ,あ、疑問文で出てくることが多いんですけれども、まあ、その特徴としては、えー、中間和法。何の中間かというと直接和法と間接和法の中間なので、語順は直接和法なんですよ。直接和法と同じ。もう普通の語順ね。あの、あの、発せられるのと同じ語順。中間和法と同じね。 なんだけど、時制とか、代名詞とか、時ワード。これは、間接和法と同じになる。で、この和法ですね。和法はこの、直接和法から間接和法。間接和法から直接和法の書き換えって、高校1年生の、もしかしたら3学期ぐらいに、えー、やってるかもしれないですけど、結構ね、学校の先生こう、すっ飛ばしがちなんですけども、まあ言ったら、えっ、ー、と、その人じの直接的な言葉、ね、えー、その時の発せられた言葉なので、 やっぱり、あの、関節和法にするときには実制をね、えー、合わせていかないといけないですし、えー I、っていうね、主語をもしかしたら、あの、引いた目線が関節和法なので、ヒとか c に、えー、変えないといけなかったですよね。だから代名詞を置き換えていかなきゃいけなかったりだとか、例えばイエスタデイっていうね、えー、直接和法でイエスタデイっていう表現があったときに、ザ、えープリーヴィアスデイ、その前日みたいな形で言い換えたりだとか、here をゼアにしたりだとか、えー、そういう書き換えてやったじゃないですか。であの感覚で、 えー、この語順としては直接話法と同じなんだけれども、この中間話法っていうのは、あの、言ったら、語順は直接話法なんだけど、えー、その、使われている、この時制だとか代名詞とか、時ワードに関しては間接話法のようなものだから、なので、えー、この中間和法を見つけたときには、なるべく、えー、直接話法での理解、直接話法に置き換えた理解をした方がいいよっていうところなんですよね。はい。じゃあ、この1999年の、あの、東京大学の大模様の問題。 えー、プレミアムの15校に一番最初にね、えー、やってたやつなんですけど、えー、プレミアム受けてた人はまあ復習のつもりで、えー、行きましょう。で、この河線部引いてるところが、これ、えー、中間方法に当たるんだけど、まあ、その前のくだりね、Here t cross e d the main road one morning, トアラサメイン通り、えー、大通りを通ってて、t h e a w is e h i s thing? The show r street, ね、えー、ちょっとした道を下ってたと。 ね。えー、で、w e n その時に、はい、Kate c o l d w ちゃんっていう同じクラスの女の子が、はい、came out of a narrow side street, えー、ちょっと下細い、えー、脇道から出てきて、in front of him 彼の前に、と。はい、そして walk to trash school 学校に向けて歩いてて、はい、ここから分子興奮ね。herscore b a c bumping o t h e r h i p と。ね。えー、お尻、腰のところに、えー、カバンをポンポンぶつけながら歩いてたと。で、he f o l l e d excitedly。うわーいたぁ、c o l d w e ちゃん、いたーと思ってこう、こう、こうね、興奮して、 ね、ワクワクしながら、はい、えー、ここから文章オーね。I'm meaning to overtake. ね、追いつけ、追い越そうとしたんだけれども、I'm lucky in the courage. ね、勇気がなかった。ね、勇気がなかったんだと。ビート。ね。で、その後ろに、えー、what could he say to her? ね。はい、えー、疑問文が来てますよね。で、えー、これって、彼は、その時何と言えただろうか これ、ナレーターから見るとね、ね、えー、筆者から見ると、彼、非ね、第三者目線なんだけど、これって明らかに、筆者の声じゃなくて、登場人物の声じゃないですか。だから、ここを、直接話法に変換するんですよね。あ要するに、ね、この、what could he say to her のところを、what can I say to her? これに置き換えてあげたいの。僕は彼女に何と言えるだろうかと。で、心の声ですから、と、 彼は思ったぐらいの感じ。で、この、と、彼は思ったはつけてもいいし、つけなくてもいいし、ただ、あ、これ、あのー、中間話法だなと思った時には保険でつけておいた方が私分かってますのアピールになりますので、えー、より安全かなと思います。ね。What can I s a y 彼女に何と言えるだろうかと、彼は思った。この感じ。この感じが中間話法なんですよ。だから、ある時急に、あ、これは筆者の声、ナレーションの声ではなくて、彼の心だと思った時には、直接話法に置き換えていく。 はい。で、ここから普通に、また普通に戻るんですね。He imagined his stammering voice saying t h ね。a a r things. About lessons and the weather. ね。彼はね、自分の、えー、この、口ごもるような、どもるような声で、えー、つまら、退屈なあ、ぎこちないようなことについて喋ったのを想像したと。ね。はい。何についてかって言ったら、About lessons, 授業のことだとか、The weather についてだとか。 ね、しょうもないことをね、もうゴも語も言ってんのを想像したんだと。そして、and could only imagine her saying conventional things in response. はい、彼女もね、この conventional things、もありきたりの、えー、当たり障りのないような、えー、そういうことを反応で、えー、言ってるような想像しかあできなかったんだと。ね、必死者目線で言ってるから別にこれ過去形でいいわけですよ。ね。で、こっからよ。ね。 で、why didn't she turn and smile and call to him saying don't you like my company?、ね、で、ここの why didn't she のところね、えー。これ why don't you の why didn't she 版ですから、why don't you なんであなたしないのね、えー。してくれたらいいのにってことね。もちろん提案の意味もあるし、えー、してくれたらいいのにこの願望だよね。彼女はね、えー、turn and smile ね。振り向いて微笑んで、 そして、コーチューヒム、彼に向かって、ね、一緒に行かないって言ってくれたらいいのにの彼は、これって自分のことでしょ。で、これって心の声でしょ。だからやっぱり、ここの why didn't she のところも why doesn't she はい、彼女が振り、その時だからもう現在時点ですよ、えーえー。彼女が振り向いて、こっち微笑んで、そして call to me 私に向かって、I don't like my company と一緒に行かないって言ってくれたらいいのに、と。なんで言ってくれないんだろう。振り向いて、こうやって言ってくれないんだろう。なんで言ってくれないんだろうでもまあいいでしょうか言ってくれたらいいのに、と。ね。振り向いて微笑んで、一緒に行かないって言ってくれたらいいのに。こんな感じですよ。登場人物の心の声だなと思った時には、えここの代名詞をこうスワップしていく、えー。こんな感じで意味を取ってあげるといいよ、と。 で、このカンパニーはね、えー、大門4のね、えー、ところでも言いましたけど、まあカンパニーとパーティーっていうのは結構ね、えー、こう似たよってて。で、一緒にいること自体でもカンパニーですかね。一緒にいる人もカンパニーですからね。から一緒に行かないみたいな感じですね。私のお釣り様になりませんか一緒に行きませんかっていうような感じ。って言ってくれたらいいのに。で、また、この後ろもこれ仮定法になってるんですけど、この疑問文の形だけじゃなくて、えー、この、 平常分ね。平常分でもお、これは、あ十分、この中間魔法になり得ます。それは、心の声だって見切ったときには、それで反応するんですよ。はい、if she did. 仮に彼女がそうしてくれたら、ね。he would smile f a l y and approach with eyebrows questionably raised.、ねえー、彼はね、ね、えー。まあ、かすかに微笑んで、このいぶかしそうに眉を上げながら、 えー、眉毛を上げながら、えー、近づくのにな。これも心の声だから、彼はじゃなくて、I would now、so. I w my family.Approach with I s e t i o n of Embrace.、ねえー、彼女が仮に振り向いてね、ね、えー、微笑んで、ね、一緒に行かないって言ってくれたらとですよ。えー、私、えー、僕はかな。僕は、自分は、 えー、かすかに微笑んで、眉をいぶかしそうに、いぶかしげに上げながら、えー、近づいていくだろうにと。行くのにな、という感じですね。で、この制、時勢この自生を合わせるっていう意味では、あれこれ時勢変えなくていいのって思うかもしれませんけど、定法はもうすでに時勢がずれているので、えー、この、えー、直接和法から関節和法にするときにも、あの、自生変えなくて大丈夫ですね。はい。 えー、このままで大丈夫ということで、えー、この主語だけね、この非から愛へのこの変換だけしてくれたらいいよというところでした。で、バットなんだけど、シーデルナせん。はい、現実としては、彼女は何もし,、えー、しなかったと。ね。バット二ですね。物語、ねはい。で、えー、she made not、うん、even a mere rest gesture. ね。こ、えー、のもうジェスチャ、ねえー。ね。さえもし,、えー、してくれなかったと。と一切のジェスチャーさえもしてくれなかったという感じです。 で、やっぱり物語文は感情のプラマイですから、えー、例えばね、he followed excitedly, このプラス感。えー、からのラッキングのナレッジがなくて、てこのマイナス感。ね。えー、だったりだとか、えっ、ー、と、家庭法の中ではこうしてくれたらいいのにな、なんだけど、実際に彼、彼女は何もしてくれなくて、えー、もううんともすんとも言ってくれなかったと。ね。えー、一切の素振りさえ見せてくれなかったというマイナスの結果というところですね。 はい。ですので、物語文小説に関しては、やっぱり軸としては感情のプラスマイナスをしっかりおかけていく。そして、そこにはやっぱり時の対比、場所の対比を感じれるように。 そして、感情が揺れ動いた時には、あ何か原因きっかけがあるはずなのでえ、因果関係もしっかりとっていくと、論理的な小説、物語文の読み方っていうのがあ確認できると思います。で特に、国立大学,学っていうのは、まあね、ポッとえ小説物語文が出てくることがありますので、えぜひね、この中間話法え、ちょっとあの、 一瞬で理解するのは、ピンと来るのは難しかったかもしれませんけど、あの、中間和法、あ、病室和法とも言うんですけど、この中間和法に関しては、あの、今の説明でピンとこなかったら、あの、丁寧に説明している、えー、ところがあると思いますので、えー、ちょっと中間和法で調べてみて、えー、マスターしてもらったらいいかなと思います。はい、ということで、感情のプラマイ、時場所の対比、えー、そして因果関係、心の揺れ動きもおかげる。えー、それがあ、物語文小説の基本でした。物語小説、OK! チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。残りわずかですけども、You can do it, you can make it!Good luck! あいしゃはい、今日の動画もお疲れ様でした。よく頑張りました。ね、加工もはただ解くだけじゃなくて、しっかり復習してえ、それが違う形で問われた時にもしっかり対応できるように、まだまだ間に合うからね、頑張っていきましょう